テロップ書くとさ、いつも白飛び帽子にうさちゃん、はいはい、できたです。こんばんは、みんな。2日連続姫たん偉いです。とても今日も大富豪頑張ったけどダメだった。なんかね、今日はたくさん会えたよ。だからきっと次は会える。今日なんかすごいたくさん会えたんだけど、なんで？嬉しい嬉しい。そう、ウサギがねいるとね、白飛びが、この子が白飛びを消してくれてます。姫たん推しが増えてる。ああ、よかった、嬉しい嬉しいです。うん、エビの人バラありがとうございます。あ、パンダの人かわいい、ありがとう、かわいい。そう、でね、前はなんかエナタンが、なんかエナタンがね、エナタンも大富豪やってたみたいで、で姫たん推しの人にめっちゃ会ったってエナタンに会った人、勘違いだよ勘違い。お、シナモン、シナモンちゃん、夏になりがとう。白飛び、ウサギがいなくなると、ほらほら、すごくない、すごくない。あー、猫ちゃんかわいい、ありがとう。ねえ、そう、勘違いだった、悲しいあれ、白飛び頑張れ、ウサちゃん頑張れ。トラ、トラくんバラありがとう。カッパお疲れ、ありがとう。うさちゃんすごいね。そう、今日はねノースリーブなんです。暑かったからもうノースリーブの。え、うさちゃん頑張って、頑張って、なんかうさちゃんはここにいないとダメなのかな。わうさちゃん頑張ってくれ。エビさん、おー、バラたくさんありがとう。あ、そうだね、光吸収してくれてんだ。光合成してるの君光合成してるみたい。そう、柄おしゃれなのこれ。これはね、なんか中学校の時に買ってた気がする、通販で。そう、家にあったから来ただけです。かわいいよね君もカビゴンと。そう、カビゴン今いないんだけど、カビゴン、え、なんかカビゴン準レギュラーなんだけど、この子も準レギュラーにしようかな。何、 なんかあ、ミラーボール、馬、馬の人ミラーボールありがとう。え、ミラーボールってさ、初めて秘めたんのルームだよ、 ルームだよルームに来た、すごい、へえこうなるんだ、うべーって、すごい、初めて見た。白飛びしますので、います、ここに光を吸収させてますうさちゃんに。おー、すごい優秀だね、優秀、とっても。でね、なんか今日はすごいことをしてきたのね。なんと姫たん、
アンカースクリューってみんな知ってますか？アンカースクリューってなんかゴムをかけてなんかねえなんか歯を引っ込める作業をするものなんだけど、あ、歯列矯正ね、歯列矯正のお話で、そうアンカースクリューっていうのがあるんだけどね、あ、日本語です、日本語なんですけど、顎、上顎に、上顎にネジ、あ、アンカースクリューってなんかネジみたいなものなのね、ちょっとちっちゃいネジなんだけど、上顎にキュルーって取り付けてたんですよ。そう、2本、なんかここら辺にあったんだけど、それが今日外れました、外れました。やっぱアンカースクリュー知らないよね、やんない人は。そう、馴染みのない言葉なんですけど、パチパチ外れました。そう、ドリルでね、ドリルでネジをキュルキュルキュルって骨に骨に入れてたんだよ。やばくない？骨に入れてたのめっちゃ痛かったの。そう、だいぶめでたいお話です。歯列矯正してる人はすごいわかると思う、この嬉しさ、ありがたみそう、怖かった。なんかね、外すのはそんなに痛くなかったよ。そう、それが恐怖体験でした。よかった、外れて。インプラント、あ、インプラントが逆にわかんない、私なんだろう。そう、やばかった、ちっこいネジがひめたんの口の中に2本いたので、それを今日ね、なんかね、ドリルの逆バージョンみたいな感じで外してた。痛くなかったでね、つける時が麻酔をしてたんだけど、あ、頑張って九州そう、記念日、そう、記念日だね。そのね、抜歯、歯を抜いたんだけど、その両方、合計2本抜いたんだけど、歯をね、その隙間を埋めるためにアンカースクリューっていうネジを入れてたんだけど、その隙間がどんどん埋まってって、あと1ミリぐらいだったから今回外すことになりました。嬉しい、パチパチみんなお祝いだよ、お祝いだよ。痛くなかった。あ、そう、逆回しでネジを抜くみたいにシュッてやりました。はい、そう、最近美人さんになったのは歯列矯正のおかげです。もう小さい頃からずっとやりたかったSKE に入れてよかった、はあ、前に片側腫れてた。それはめっちゃ前の話だよめっちゃ前の話だよ。それは親知らずを抜いた時だね。そう、痛かった、怖かった。お祝い何か乾杯するいやー、それはちょっとワイヤー全体の矯正が終わったら乾杯しよう。うん、アンカースクリューはまだ序の口だまだまだ頑張んないといけないからねー。うさちゃん、あ、いい感じじゃん、光みんなめっちゃ記念にしたがる。いや、記念だけど、いや、すごいめでたいことだけど、でもワイヤー外れたら、どうしよう、やばいよね。それまで矯正で硬いの食べれなかった、なんか硬いものとかおせんべいとか食べたいんです。
親知らず抜く時のゴリゴリの音ワクワクしますよね。やばい、骨が響いてるんだよね親知らず抜く時。いやー怖かった。親知らず抜いてない人いる？まだ。ひめたんはあれなんだっけ、ひめたんは片方にしか生えてなかったんだっけな。多分それでどっちかがめちゃめちゃ腫れてた時期があったの。多分あの SKE48 入りたての時なんだけど、覚えてる人いる？そう、親知らず、あー抜いてない、あ抜いてない人いるね。そうか、あ生えてきたら抜くんだもんね。ひめたんはなんか歯列矯正のために邪魔だったから早めにその切開してで取り出したんだけど親知らず。そう、それでもねショールームやってたよね、腫れてたのに。いやあれ見せたくなかったな。そう、抜かなくても大丈夫な人はいる、ちゃんと。そう、ラーメン食べたい？ラーメンは普通に食べてるからいいや。ねえ、頑張りました。みんなも今日も頑張ったでしょ、疲れ。かわいい、かわいい、無理やり拍手させてる、かわいい。ステラルータン、強制滑舌に影響ありそうだけど、でもひめたん結構滑舌変わんないと思う。頑張って今喋ってる。でももう慣れた、頑張って喋ってます。そう、ひゆっぴもねたくさん抜いたみたい。は、ね、一人称ひめたんなの好きって言ってくれる人さ割といるけどさ恥ずかしいんだよね。私にしたい、私でもね、すぐ姫たんって言いたくなっちゃう。もうなんか最近ね、姫たんめっちゃほら姫たんって言うやん、めっちゃぶりっこ、めっちゃぶりっこなの。やばくない？家では姫たんじゃないの？いや姫たんって言いそう、言いそうだから姫、ああ私はーってなってる、私はーってなってる。うん、加入前も一人称姫私だったの？いやでもね、なんか高校で姫たんって呼ばれるようになったの。そう、ダンス部だったんだけど、それで姫たんって呼ばれるようになったの。そう、私はね、私って頑張って、なんかね、やっぱこれやばいのかなと思って、一時期めっちゃ直そうってしてて、私って言ってたけどダメだね。いやーね、あ、ヨコニャンさんのシャチホコの人かわいい、ありがとう。うん、キミちゃん、なに、キミちゃんいるの？一人称ココちゃん、ココちゃん、ココナさん、最近ココちゃんになったね。あれ、キミちゃん、キミちゃんがいるね。
でももう15分経過しちゃったからやめようかなって思ってるよ。やめようかな。キミちゃんねえ、おつまこのアバターじゃん。ひめたんもアバター作りたいんだけど、またイベントしないのかな、イベントしないのかな。キミちゃんの一人称はキミ、キミです、キミ、キミはって言ってるでしょ。でナイアンはナナはって言ってる。でね、なんだろう、池田は池田かな、ひなぴよはひなの、ひなの直したの。私に本当に、じゃあ話そう。君って言ってない。君って言ってない。やばいやばいやばい、足がしびれてきた。でね、みっちゃんはなんかね、前はみじゅきだったんだけど、みじゅきだったんだけどね、田辺になってた。みじゅきはなんか最近さ、みっちゃんのモノマネしてないね。みじゅき、みじゅきですか。なんか最近会ってないからな、モノマネが何とも言えないねえ。一人称名字面白いよね。よし、15分経ったし、やめるよ、やめるよ、みんなバイバイ。今日もありがとうございました。みじゅき、昔はねみじゅきだったんだよ、みっちゃん。では皆さん、今日もお疲れ様でした。早く眠りましょう。ひめたんも早く寝たいと思います。あ、そうだ、今日ね鬼まんじゅう作った。鬼まんじゅう、なんかねツイッターのトレンドになんか長い間鬼まんじゅうの文字があったから気になって作っちゃった。では皆さん、おやすみなさい、バイバーイ。そう、トレンドに入ったよね。あ、やっぱウサギは仕事をしてくれてました。ではおやすみなさい、バイバーイ。おやすみー。